はい、そうですね。本当にこの暑い気候でなかなかやれない中、日本ですごい涼しい中で自分はジャマイカとの試合ができたので、しっかりコンディションも上がった状態で入れたと思うんですけど、けどそれ以上にこの暑さにもしっかりメンバーとして慣れてきたと思いますし、そういった意味ではみんなでコンディションが上がってるかなと思います。はい、自分的にはすごい感じるというか、なかなか手首を冷やしたりとか、ああいう手の先を冷やしたりとかっていうのをチームでやったりしないので、すごく冷えてると思いますし、自分的にはそれ以上にこう練習終わった後にアイスバスをチームとして入ったりとか、そういったところで全然疲労度の蓄積が変わってきてるのかなというふうに思います。はい、自分的にはこうあんまりなんていうんですかね、こう代表にもしょっちゅう呼ばれるようなメンバーではないので、こう深くあんまり考えないようにしてるんですけど、まあ、本当にアジア予選ということでどのチームも全力で向かってくると思いますし、まあ、本当に初戦が大事なのは重々分かってるんですけど、けどそれ以上にどの試合も本当に大事になると思うので、そういった意味ではどの試合も入り方は変わらないと思いますし、そういった意味ではこうチームで同じ方向に向くことがすごい大事かなというふうには思うので、こうあと2日ですけど、練習からしっかりとチームとしてどう試合に向き合うかとか、どんな風に入っていくのかっていうのをうまいこと話し合って全体で入れたなと思います。はい、そうですね、3バックだと本当に自分の特徴が出しやすいというか、攻撃においても守備においてもどっちにおいても多分いい方に転ぶと思っているので、すごい自分自身はやりやすさを感じているんですけど、まあ、逆に3バックだからこそ本当に3枚がしっかりコミュニケーション取れて、こう一つになって動かないと攻撃も守備もうまいこといかないと思うので、そういった意味では本当に練習から本当にずっと言ってるんですけど、コミュニケーションを取ることも大事ですし、試合に入る前にどれだけ準備できるかというのが本当に今回の初戦の鍵を握っているかなと思います。自分的にはコロンビア戦、ジャマイカ戦を通してこうあれだけ選手間で喋れたら、あれだけの試合ができるというか、本当にチームとして一丸でこう戦いましたし、同じ方向を向いて本当にやれてるなっていうのが初めの1分から分かるような試合内容だったので、そういった意味ではこう練習から、まあ、今の段階もそうですけど、しっかりみんなで同じ方向向けで練習できていると思いますし、逆に試合を積み重ねれば積み重ねるだけこうチームとしての成熟度も出てくると思うので、そういったものも込めて全部ひっくるめてこう本当に些細なことでも喋りながらしっかり準備できていけたらなと思います。はい、まずは自分個人の結果とかその内容もすごい大事だとは思うんですけど、それ以上にこうチームとしてどれだけ対戦相手に勝てて、日本として結果がどれだけ残せるかっていうのは、最終的にそれの結果が自分自身に返ってくると思っているので、そんなにこう自分個人でああしてやろうっていうのもまあもちろんあるとは思うんですけど、けどそれ以上にこうチームのためにどれだけ徹してやれるかっていうのは自分の中での課題だと思っているので、そういった意味ではまず日本が勝てるためにしっかりと努力したいなと思います。